どうも、兜哲也です。このチャンネルは僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションとアセット週刊マジンガー Z を作る、その2本柱でやってます。よかったらチャンネル登録してくださいね。励みになりますんで。さあ、今日紹介するのはこれ、アシェット週刊マジンガー Z を作る63号。いやー、気づけばもう63だね。いやー、早いもんだ。さて、今日はどこを作るのかな。前回は足の裏だったからね、今回はどこだろうね。もう片方の足に取り掛かりたいとこだけど、では早速行ってみましょう。マジンゴー。さて、じゃあ63号の中身見ていこうか。お、アフロダイエース。まあまあ知っての通り、マジンガー Z のパートナー的なロボットだよね。お、ナイターン03。この話はね、最初ナイターンが、原子力発電所を襲ってきて、光子力研究所の電力をストップさせようとする。で、そこにマジンガーが現れて、ナイターン片腕と、頭を破壊されて退却。で、場面は変わって、ボスがね、どうしても空を飛びたいっていう憧れが強くなって、サン博士に、頼み込むんだけど、それでいろいろサン博士が、ボスボロットにいろんな飛行装置をつけてテストするんだけど、飛ぶことはできなかったの。それで、ヌゲとムチャが、ボスの思いを汲んで、パイルだからジェットスクランダーの誘導装置をこっそり盗んでしまうの。それでその時機械獣が再来して、またマジンガー Z 出動するんだけど、ジェットスクランダーの誘導装置がないから、マジンガーはスクランダーを呼ぶことができなくて、でナイターン03は鎌でマジンガーの指切るし、頭からアイスラッカー飛ばして、その上空を飛べるんで、マジンガーは地上からじゃ攻撃が届かなくて苦戦してしまう。で、一方のボスは、誘導装置を使ってジェットスクランダーを呼ぶんだけど、結局ね、マジンガーとボスボロットじゃ胴体のさ、サイズが違いすぎるから、合体できないの。で、そうこうしているところにサン博士が来て、誘導装置を解除して、研究所から無線で、ジェットスクランダーを発信できるようになって、マジンガーのところにジェットスクランダー飛んできて、合体してドリルミサイルで頭破壊。それで、その時ボスボロットが、アフロダイのおっぱいミサイルを使って、前マジンガー Z がさ飛んだことあったでしょ、それを目指してボスも、アフロダイのおっぱいミサイルで空を飛んできて、ナイターンに、体当たりを食らわして、でナイターンが空から落ちたところを、マジンガー Z ブレストファイアで撃破。光子力研究所の所員、そんなとこかな。さて、じゃあ作ろっか。はい、今日の部品はこれだけ。さてやるよ。はい、63号です。これは金属ね、蹄鉄、これも金属、これも金属、あとこれとこれはプラスチックです。あとこれはネジ。さて、じゃあやっていこっか。62号で組み立てた、お、これだ、じゃん、62号で組み立てたやつ。これに、こうか、こういう向きでこれをカシャンとはめてネジ止めです。ここね、こことここをネジ止め。これね、わかるかな、ネジがね、
ほら、まだカパカパなの。ネジがさ、わかるかな、このネジがさ、これ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 、両方、こことさ、ここなんだけど、ネジがね、これ以上入らないの。穴がね、ちっちゃいのかね、ネジが入らないの。締めようとしても閉まんないんだよ。だからちょっと削ります。困ったなぁ。じゃんじゃん、こんなことしたくないんだけどなぁ。ちょっと穴を削ります。さてどうかな。おお、回る回る。よしよしよし、お調子いいですね。こっち硬いな。はい、できました。これさ、ちょっとひどいよね。だってさ、道具ないとさ、できないよ。まあ、紆余曲折あって、僕のはできました、そしたらば、このオーリング、これね、これね、パカンってはめるんだけど、ちょっと注意しなきゃいけない。ここにさ、矢印のマークがあるの。この矢印とここここここにね、ちょっと分かりづらいかな、ここにね、切り欠きがあるの。この切り欠きを上にして、この矢印は下、ガチャンってくっつけて、それでネジ止め。今度はちゃんと入るかな。あ、ちゃんと入る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 。さて、じゃあ締めよっか。よし、止まりました。あ、そしたら今日は完成だってさ。今日はちょっと時間かかったな。だってさ、何しろ削ったからね。完成です。完成でございます。これとこれは今日は使いませんでした。はい、63号完成です。いやー、大変だったよ。あれさ、穴削りすぎちゃうとさ、ネジがガバガバになっちゃうしさ、だからちょっと削っちゃね、ちょっとネジで締めてみて、またちょっと穴を大きくしてっていうのを繰り返してたから、結構時間かかったよ。あれはさ、反則だよね。ユーザーはさ、機械加工とかはなしでさ、ちゃんと組み立てるようにしといてくれないとさ、あれはね、加工のね、ちょっとミスだと思うよ。まあ、紆余曲折あったものの、無事に組み立てることができました。まあ、組み立て作業自体はね、そんな大したことなかったんだけどね。でも時間かかったよ。アシェット週刊マジンガー Z を作る。毎号組み立てるたびに動画にしていきますので、楽しみにしててくださいね。それから、その合間に僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションも紹介できたらなと思います。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。